風船爆弾アッツ近辺で撃墜される風船爆弾風船爆弾とは太平洋戦争において日本軍が開発実戦投入した気球に爆弾を搭載した無差別爆撃兵器である風船爆弾は太平洋戦争中盤から後半にかけて日本軍が開発し日本陸軍が実戦投入した特殊兵器一区名称は不合兵器 風船爆弾は戦後の用語で当時の故障は気球爆弾である。1944年11月初旬から1945年3月まで、ナしたまを実施した。戦火こそ銀賞であったものの、ほぼ無誘導で第二次世界大戦で用いられた兵器の到達距離としては最長であり、史上初めて大陸間をまたいで使用された兵器である。 実戦に用いられた兵器としても約 7700km は発射地点から再遠地点への攻撃であった。なお、日本海軍の風船爆弾は8号兵器と呼称し潜水艦に搭載してアメリカ大陸沿岸部まで進出、放給するという方式である。風船爆弾は陸軍少将であった草場末駅によれば1933年には 自由気球に爆弾を堅調し兵器として使用する着想があったと伝えられる。想定地域は満州東部国境地域でソビエト連邦のウラジオストクを攻撃しようという作戦だった。ほぼ同時期に陸軍少佐であった近藤市政がデパートのアドバルーンを見て風船爆弾での空挺作戦への利用を思いつき軍に提案をしたが採用されなかったので 軍籍を離れ、自ら国産科学工業研究所を設立し、研究を進めた。この時点でこんにゃくのりを塗布した和紙、名人紙を使用することは、近藤の想定の中にあった。1939年には、関東軍に持ち込まれ、近藤は極秘研究主任となる。1940年に近藤は病死するが、研究は進められ、 神奈川県の陸軍のぼりと研究所で開発されている。試験の責任者は佐藤健良であった。和紙とこんにゃくのりで作った気球に水素を詰め、大気構想のジェット気流に乗せて、アメリカ本土を攻撃しようとする兵器で、満州事変後の1933年頃から関東軍、陸軍によって、対ソ連の宣伝ビラ配布用として研究され、 小型の気球爆弾の研究命令は1939年8月に、不合兵器としては1943年8月に、研究命令が出された。1942年8月15日、大本営陸軍部は、世界戦争貫水のための決戦兵器の考案を、陸軍省に要望した。その中に、米国本土を攻撃可能な超遠距離飛行機、 特殊気球の能力増大という項目があった。前者が超重爆腐爆、後者が風船爆弾である。同年秋頃、太平洋の偏西風を利用して気球を放ち、アメリカ大陸本土を攻撃しようという計画が中央気象台を中心として日本陸軍と日本海軍に持ち込まれ、別個に開発が始まった。日本陸軍は1942年に 日本海軍によって行われ成功理に終わったアメリカ本土空襲に次いでアメリカ本土に直接攻撃することで心理的動揺を誘えること材料が和紙とこんにゃくのためた軍需品と競合しないことから風船爆弾の実用化に熱意を注いだ不合兵器の骨子は日本の高層気象台の第一長だった大石はサブローラが世界で 初めて発見していたジェット気流を利用し、気球に爆弾を乗せ、日本本土から直接、アメリカ本土空襲を行うものであった。気球の直径は、約10メートル。総重量は200キログラム。並走は15キログラム爆弾1発と5キログラム焼夷弾2発で、ある。ジェット気流で、安定的に、米国本土に送るためには、夜間の温度低下によって気球が落ちるのを防止する。 必要があった。これを解決するため、気圧計とバラスト投下装置が連動する装置を開発した。兵装として、爆弾を2発としたものや、小移板の性能を上げたものも発射された。爆弾の代わりに、兵士2から3名を登場させる研究も行われた。また、陸軍のぼり戸研究所において研究されていた、炭素菌、ペスト等の搭載が検討され、 のぼりと研究所第7研究班は、不合兵器用の牛刀ウイルス20トンを製造し、使用可能な状態まで完成していたが、昭和19年10月25日の梅津義次郎参謀総長の上層に際して、昭和天皇は、本作戦自体は採火したものの最近の搭載を、採火せず、最近戦は実現しなかった。 1943年8月、陸軍兵器行政本部は、第9陸軍技術研究所に対し、風船爆弾による、米国本土攻撃の研究を命じた。同年11月、最初の試作気球が完成した。1944年2月から3月にかけて、技術研究所は、約200個の気球を用意し、千葉県一宮海岸で大規模な実験を行った。 実験は陸軍関係者の注目を集め、3月末の現地検討会議で昭和19年末から昭和20年春にかけての風船爆弾攻撃計画がまとまった。1944年7月7日、船橋で不合編成会議が開かれる。9月5日、陸海民の科学技術の一体化を図るため、 陸海技術運用委員会が設置され、研究の一つに、符号も含まれていた。開発責任者は、第9陸軍技術研究所の草場水器少々と書かれている資料もある。9月8日、杉山元陸軍大臣は、風船爆弾関連の気球連隊及び同、補充隊の臨時動員を冷達した。9月25日、気球連隊は、参謀総長の霊下に入った。 特殊作戦部隊であるため、大本営陸軍部の直轄部隊としたのである。9月30日の大陸指台2198号をもって、気球連隊は10月末までに風船爆弾攻撃準備を完了するよう命じられた。1944年11月、陸軍は風船爆弾を不合兵器として実用化した。日本海軍では、 1942年に成功理に行われたアメリカ本土空襲に続いて、同年秋頃から、関西本部第一部、相模海軍交渉、海軍気象部、海軍航空本部が協力し、開発を進めた。1944年になると、湘南海岸で試作品の飛翔実験を行い、その後は、大分海軍航空大基地と鎮太を海軍。 航空隊基地で実験を進めた。日本海軍の風船爆弾はゴム引きの歯部隊を玉川にした油圧気球であった。同時期、風船爆弾を潜水艦に搭載するという構想が生まれた。最終的には4隻の潜水艦に1個5グラムの焼夷弾を約100万個搭載する計画であった。軍令部と連合艦隊は協力し、 心臓の移合第54潜水艦と移合第55潜水艦で風船爆弾による米国本土攻撃を起とした。2隻は6月初旬から呉海軍交渉で風船爆弾搭載のための特殊工事を開始、6月27日から28日の工事完了を予定した。同年6月19日から6月20日のマリアナ沖海戦で 日本海軍は大敗する。連合艦隊は潜水艦2隻を山火事しか期待できない米国本土攻撃よりマリアナ諸島の作戦に投入した意向を示した。当時の大本営や昭和天皇はサイパン島奪還作戦を起とし真剣に検討した。最終的に東条秀樹総理大臣と島田茂太郎海軍大臣は奪還作戦断念に至り、 6月25日の減水会議に至る。赤城、伏見宮広安王海軍減水は、天皇の前で、日本軍の装備が、質、量ともに劣勢であることに触れ、陸海軍とも何か特殊の兵器を考え、これを用いて、戦争をしなければならない。現在の対米対策としては、何とかして急いで、特殊の軍艦や兵器を作らなければならない。陸軍も、 同様に特殊兵器を作らねばならぬと思う。と述べた。伏見宮の意見に対し登上陸軍大将は、風船爆弾を考案し、昭和19年秋から3万個を使用する予定。他に、対戦車低新爆雷や新兵器を考案中と表明し、島田大将も海軍も特殊兵器を投入すると述べた。6月26日、草加参謀長は、 E54 と E55 に運法島を搭載し、グワム島への輸送任務を命じた。7月5日、サイパン島の日本軍守備隊は玉砕する。E54 は目的地をテニアン島に変更したが、運法島を波にさらわれて、作戦失敗。E55 は目的地到着前にアメリカ軍に撃沈された。その後、日本海軍は、 風船爆弾のすべての研究と実行を日本陸軍に移乗し、これが登場首相の陸軍は風船爆弾3万個投入予定の発言につながっている。1944年10月25日、参謀総長は大陸指代2253号をもって気球連隊長に対し風船爆弾による心理的動揺を主目的とする米国本土攻撃を 明治た。作戦名称は、虎号使者、攻撃開始は、おおむね11月1日とす。11月3日未明に3カ所の基地から同時に、っぱなし玉が開始された。この日が選ばれたのは、明治天皇の誕生日であったことと、統計的に晴れの日が多いとされたためであったが、実際には、土砂降りの雨であった。 1944年冬から1945年春まで攻撃したが、戦況の悪化などの理由により、1945年冬の攻撃は計画されなかった。千葉県市宮、茨城県大津、福島県那古その各海岸の基地から、1944年11月から1945年3月までの間、約9300発が放給された。 材質は、貯性の和紙が使われ、接着剤には、気密性が高く粘度が強いこんにゃく海苔が使用された。このため、こんにゃく芋が軍需品となったため食卓から姿を消した。貯の繊維が縦方向の大盤に対し、小判の繊維を横方向にし網目状に組み合わせ、和紙を五層にしてこんにゃく海苔で貼り合わせ、乾燥させた後に、風船の表面に、 火星相打液を塗ってこんにゃく糊を強化し、直径10メートルほどの和紙製の風船を作成した。気球を調査したアメリカ軍は、それが紙製であることはすぐに突き止めたものの、紙を貼り合わせている接着剤が何であるかを特定することはできなかった。気球内には水素ガスを充填した。おさらぎ二郎は1944年10月17日の日記に、 新聞を読むと、ヘチマとこんにゃくが航空機の基地で入用で教室を求めている。防用用だとのことと記している。埼玉県引郡小川町では1933年頃、小川和市から風船爆弾用の気球紙が開発された。昭和19年以降は、高知市をはじめ日本国内の他の地域でも気球紙は製造されるようになったが、開発段階で、 小川和氏が選ばれた理由は、著の繊維が長く強靭であり、東京に近く、以前から軍従史をすいてきた歴史があることなどが挙げられている。その後、生産量の増加命令に伴い、各地方でも、不合兵器用の気球紙が製造されるにあたり、小川和氏の手法が、全国の和紙産地に伝えられた。当時、紙すき作業に携わった人々には爆弾に、 使用されるとは知らされてはいなかった。不合兵器用気球紙の実物。埼玉は化学工業株式会社製造。66.187センチメートル。こんにゃくのり眼神済み。昭和19年9月製造。不良品で実際には使われず現存。鶴ヶ島市立図書館収蔵。気球一気に対し和紙は約600枚必要であった。 気球紙のサイズは2種類あり、大盤は6尺3寸5分2尺2寸、小盤は2尺2寸四方だった。昭和19年には、軍の命令により、諸のパワハギ作業や紙すきに対しても昼夜休むことなく作業するよう警察の監督のもとに作業が続けられた。無誘導の兵器であったが、自動的に高度を維持する装置は必須であった。 川崎の東芝富士見町工場で製造と開発が行われていた。これには、アネロイド気圧計の原理を応用した高度保持装置が、考案され、307広報装置と呼ばれる。発射されると気球からは徐々に、水素ガスが抜け、気球の高度は低下する。高度が低下すると、気圧の変化で、空号と呼ばれる部品が縮み、電熱線に電流が流れる。 バラスト脳を吊るしている麻紐が焼き切られ、気球は軽くなり再び高度を上げる。これを50時間、約に昼夜繰り返して落下する仕組みであった。気球を天井から吊り下げて行う、万球テストのために天井が高い建物が必要とされたため、日本劇場のほか、東京では、東京宝塚劇場、有楽座、浅草国際劇場、両国国技館で、 名古屋でも東海中学校、高等学校の講堂で作られた。他にも、毒ガスの製造施設があり、機密性の高かった瀬戸内海の多くの塔などでも、製作が行われた。作業にあたって動員されたのは、女子学生であった。脚本家、作家の向田邦子も、学生だった当時、千番校として、部品の製作に動員されたことを著書に記している。 吉村明はこれに加えて芸者が参加しているという話を耳にしている。すでに座敷遊びをするような客が少なくなり、三味線を弾くこともなくなっていたのである。ノリに混入されている防腐剤の影響で指の間がただれ、また作業者には疲労回復のためヒロポンが渡されたという証言も残る。軍需工場で長時間勤務する行員へのヒロポン配給は、 普通に行われていた。製造中の事故により6名の死者を出している。また関西では、天理研究会が開いた奈良県北葛城郡竹内部落の教団本部跡地でも製造が行われた。千葉の気球連隊が母体となり、符号作戦気球連隊が編成された。1944年9月8日、編成。9月25日。 参謀総長直轄部隊となる。連隊長、井上茂大佐。連隊本部、茨城県、大津。総員、約2000名。連隊本部のほか通信隊、気象隊、材料賞を持ち、宝級三個大隊で編成された。一個中隊は二個小隊で構成され、一個小隊は三個、発射分隊を持つ。中隊人員は、将校12から13名。 歌詞二22から23名、兵約190名。大体には、水素ガスの充填、焼夷弾、爆弾等の運搬、装備を担当する、断裂中隊1個があった。また、陸軍気象部や中央気象台の技師といった科学者も、配属されていた。その中の一人に、陸軍軍医学校教官の内藤良一がいた。千葉県市宮には死者隊が置かれた。 死者隊は、ラジオゾンで装備の観測気球を、放球し、気象条件を探った。他に、気球の行方を、追う、標定隊があり、陸軍の名取飛行場がある、宮城県岩沼に本部を置いた。標定所は、本部の他にも、青森県古間木と千葉県市宮にも、設置されたが、後に、カラフト標定所が設置された。ネバダ州ニクソンで発見された。 風船爆弾約9300発の砲球のうち、アメリカ本土に到達したのは1000発前後と推定され、アメリカの記録では285発とされている。最も東に飛んだ記録として、ミシガン州で2発が確認されている。アメリカの軍事評論家の調査によれば、ミシガン州、デトロイトまで到達した。1945年5月5日。 オレゴン州ブライで木に引っかかっていた風船爆弾の不発弾に触れたピクニック中の民間人6人が爆死した例が確認されている唯一の戦果である。っ放したまは1945年3月が最終であるため、この5月の事故は冬の間に飛来したものが雪解けによって現れたのではないかと言われている。また、 プルトニウム製造工場の送電線に引っかかり、短い停電を引き起こした。これが原爆の製造を3日間遅らせたという説がある。一方、実際には工場は予備電源で運転され、原爆の完成にほとんど影響はなかったという説もある。焼夷弾は小規模の山火事を起こしたが、冬の山林は、 積雪で覆われていたため火が燃え広がりづらく大きな戦火を上げたという記録はない。山田風太郎は1944年12月15日の日記に九十九里浜方面に大要塞建設中にして毎日早朝に風船爆弾を上げておりアメリカで頻品と山火事が起こりつつあることを雑談で聞いたと書き残している。 実際に1944年12月20日の時点で風船爆弾の存在自体はアメリカの新聞での報道が確認できる。アメリカで気象症候の訓練中に風船爆弾が飛来し高層風の学習に用いられたことがある。ただし風船爆弾による心理的効果は大きくアメリカ陸軍は風船爆弾が 生物兵器を搭載することを危惧し、着地した不発弾を調査するにあたり、担当者は、防毒マスクと防護服を着用した。調査に動員された、最近学者は4000名に及ぶという。また、少人数の日本兵が、風船に乗って、アメリカ本土に潜入するという懸念を終戦まで、払拭することはできなかった。また、終戦後すぐに、 最近兵器研究者を日本に派遣し、風船爆弾開発に関わった研究者の調査を行っている。風船爆弾対策のため、アメリカ政府と軍は大きな努力を強いられた。アメリカ政府は官民に厳重な報道管制を敷き、風船爆弾による被害を隠蔽した。蒸気の事故の一報を受けた、電話交換手は決して公害するなと、軍から口止めされた。 これはアメリカ側の戦意維持のためと日本側が戦果を確認できないようにするためであった。この報道完成は徹底したもので戦争終結まで日本側では風船爆弾の効果は一件の報道を除いて全くわからなかった。戦後すぐの日本で放送された真相はこうだでも風船爆弾については明確に触れられておらず、 日本の潜水艦から発信した飛行機がアメリカの都市を爆撃したというのは本当かという質問の形式をとって曖昧な説明を行うにとどめている。また、連合国の占領下の1948年4月に日本劇場屋上に戦後初のアドバルーンが挙げられたが GHQ の指令で2日後に禁止となった。 風船爆弾を連想させるためという理由からである。兵器の現物は日本国内に残存しないが、東京都江戸東京博物館に5分の一模型があり、埼玉県平和資料館に7分の一模型が展示されている。国立科学博物館に非公開ながら、重要部品の風船爆弾の気圧計が保管されている。アメリカのスミソニアン博物館の保管庫には、 気球部分が保管。気圧計及び爆弾部分の気球下部部分の実物は国立航空宇宙博物館に展示されている。パレスチナのガザ地区ではイスラム原理主義組織ハマスがイスラエルを攻撃する手段として複数のゴム風船に発火装置を取り付けた風船爆弾を採用。支配下地域の境界付近からイスラエル占領地へ向けて放出している。 ありがとうございます。